ジャン君、出たくて降りてきたんじゃないんだ、トイレなんだ。新しい猫砂だからチェックしてる。まさか食べてないよね。おからだからいいけど。だから食べてる。食べてる。ジャン君。最初の頃もね、ちょっとね、食べてた。トフカスの時もね、ちょっと食べてて、それからトフカスじゃないのにしたりしたんだけど、でもまあ食べても大丈夫とは書いてあったし、食べちゃう子いるんだよね。じゃあ、ジャン君。まあ、まだ誰もお手入れしてないからいいけどね。はい、開きましたよ。ちょっとお出かけしたいなと思ってたんですけど、ジャン君。ちょっと今ね、封筒の宛名書きとかするので、で、中に入れるお手紙用の付箋じゃなくて、一筆箋、うん、がない。プリントしようか。一線でも、なんだっけ、見つけたんだよね。あれ、どこ行ったっけ、ネタも決まっちゃったんだっけ。昨日さ、いろいろ書類出しに受けてもらって、そこに入っていたんだけど。はい、じゃあ君、探検始まりました。トンちゃんまだ寝てんだね、きっと。かなり慎重に歩いてますね。
戻りました。偉いね。じゃあしばらくはこんな感じでね。ちょっと買い物に行くからね。はい、今夜の10時ごろかな。ジャン君、また外に出ますか。ポンちゃん、はい、どうぞ。ポンちゃん、はい、よいしょ。ポンちゃん、おはよう。ジャン君、外出てますよ。眠いの？ポンちゃんもよかったら外どうぞ。ポンちゃんも降りていいんだよ。はい、
チェック。ぽんちゃん。はい、おいで。ぽんちゃん、おいで。ライトこっちでも見えないね。はい、
ちゃな。次にはもう制覇しました。ジャック、ポンちゃんも上がってみたら。美味しかったね、じゃあ、ポンちゃん。